どうした？合鍵で入っててくれてよかったのに。行くよ。早く。なんか飲む？どこ行ってたんだ？今度の仕事の絡みで映画の試写に行ってた。一人で？うん。そうか、奇遇だな。俺も下に行ったんだ。宮田と一緒だった。違うんだ。一人で行ったんだよ。宮田先輩とはたまたま試写室で会っただけで。ホテルには一人で行った。たまたまロビーに知り合いがいただけだ。そんな言い訳聞かされたら。お前それ信じるか？グランタン、何が言いたいの？よりを戻してもいいのかって、あいつは俺に聞いた。え？お前はそれを受け入れたってわけだ。違う！俺は一人で。違うだろ！宮田と一緒にいたって、正直に言ってもいいんじゃねえの？それは。こんな顔でごまかすなよ。ごまかしてなんか。本当はさっきまで宮田に抱かれてたんじゃねえのか？なんだよ、さっきから人が浮気したみたいな言い方して。なんで俺がそんなこと言われなきゃいけないんだよ。俺のこと好きって言うならちゃんと態度に示せよ。気が済むの？倉田にとって俺は何なの？何も答えてくんないんだ。そうだよな。あなたは俺のこと好きなんて一度も言ってくれたことないもんだ。いつも俺ばっか一発突っ込んで、もう疲れたよ。こんな気持ちのままじゃ体と寝るのも見るのも辛いよ。少し距離を置こう。
ですか。はい、いいですよ。はい。すいません。よくここへ来たな、昔。いつまでもそんな顔しないでさ、けいちゃん。先輩に慰められたくないですよ。悪かったよ、俺のせいでそんなことになってるなんて。別に先輩のせいじゃないですよ。俺と倉田の問題です。あいつはやめとけ。お前が泣くことになってほしくないんだよ。いつ切り捨てられるかわからないのんけなんかやめとけ。すいません、俺やっぱ他の人じゃ、倉田じゃなきゃダメなんです。初恋を引きずってるだけじゃないのか。違います。思い出の中の倉田を好きなんじゃない。今のあいつを好きになったんです。俺の出る幕はないみたいだから帰るよ。圭介は？もう少しここにいます。分かった。あいつって海みたいだ。